はい、録画始まったね。よし、さあ、どうやってあのアイテム取れるかな。え、こっち。こっちじゃないね。あ、ハイパーポー、何か見つけた。ハイパーポーション。そっか。青いやつ、じゃあ青互いは禁じられていますが、それはなかなかなくなりません。洗い直す。その計画は洗い直すべきです。洗い立てる。新聞はその政治家の過去を洗い立てました。ああ、悲しい。このティファ、なんだろう、エリスのこと。ああ、ひどい。クラウドとエリス付き合っている。私三人の人、三人の夫人かな、三人の人、うん。よし、アイテム取りやすい。何のアイテムだろう。見てよ、取れ。え、ポーション、それだけ。つまらない。多分こっちの、あ、またアイテム、そっち。じゃあとりあえずのアイテム取りましょう。洗い立てる。新聞はその政治家の過去を洗い立てました。洗いざらい。殺人、なんだ、何それ。剣だ、剣。何これ、幽霊。あ、幽霊か。そうだ、敵の名前来ないね、このゲームで。幽霊かな。洗いざらい。殺人の容疑者は犯した罪を洗いざらい白状しました。犯した罪を洗いざらい。そっか、すべて洗いざらい。アリの這い出る隙間もない。アリの這い出る隙間もない。警察は首相官邸をアリの這い出る、そう、アリの這い出る隙間もないほど警戒しました。警察は首相官邸をアリの這い出る隙間もないほど警戒しました。あ、生きている、大丈夫。朝飯前。そう、三時熟語、それ、足飯前。よし。うん、次のページ。よし、どんどんやっている、この本。いいぞ。こっちかい。アイテムなし、こっち。あの中にアイテムあるかな。行け、クラウド、なんで。足、まだ足だな。ああ、まだ朝飯前だな。そんな仕事は朝飯前です。前です。汗の結晶。この小説は、あの作家の汗の結晶です。汗の結晶。こっちなんで。登れない、これ。なんだ、列車の中か。こっち行けない。そうか、真ん中に行って、あの列車に入ってかな。ああ、ちょっと迷子です。
もう一度戻ってあの真ん中行きたい。汗水垂らす。彼は大家族を養うため汗水垂らして働いています。彼は汗水垂らす。彼は大家族を養うため、ね、何か手に入れた。見てよか、ね、どこ行く。こっち。ああ、ゴミ箱何か。山火公園幕何それ。こっち何もない。そうそう、じゃあこっち行こう。こっちも何もないだろ。養うため汗水垂らして働いています。じゃあ手に汗を握る。その試合は手に汗を握る大接戦でした。16球。なんだこのアイテム。どこだ。こっち。この列車入りましょう。それだけ。もっと入れない。そっか。こっち出る。まずはアイテム取りましょう。大接戦ですね。手に汗を握る。その試合は手に汗を握る大接戦でした。足。上げ足を取る。彼にはいつも人の上げ足を取る悪い癖があります。そうだな、たくさんこの人。この風な人。入れない、こっち。はしごの登る。はしごを降りる。よしよし、どんどん進んでいる。この列車も入ります。そしてアイテム取ります。よし、次の場所、次の辺に行こう。こっちもアイテムかな。これは最初の場所。そうだな、これはアイテムか。ポーション、またポーションいらない。あ、ゴミ箱もある。ちょっとゴミ箱探します。幽霊と竜。足が棒になる。彼女は足が棒になるまで歩き続けました。足が地に つかない。足が地につかない。結婚式が、近づいて彼女は足が地につきません。結婚式が近づいて彼女は足が地につきません。つきません。足が出る。新年会では予算よりかなり足が出てしまいました。予算。足がむく。夏の暑い日には仕事の後よく
ビアホールに足が向いてしまいます。ビールかな。ではこれはビアホール。変だ。見て思ってるか。いえ。装備ない。まだアクセサリーない。何このゴミ。悲しい状態になる。そうか。ティファみたい。怒り状況。HP。まあ大丈夫。何かベッド見つけると寝ましょう。足が向く。そうだ、ビアホールのやつ。足が向く。夏の暑い日には、仕事の後、よくビアホールに足が向いてしまいます。足が鈍る。フランスに行きたいけれど、言葉のことを考えると足が鈍ります。そうだな。ちょっとフランス語を勉強しています。まあ全部の言語を勉強しています。まあフランス語だ。Je suis désolé. Je suis content. Je suis. Je suis. そうだな。でも話せない。下手です。今は何だろう。まあいい、続く。足が鈍る。フランスに行きたいけれど、言葉のことを考えると足が鈍ります。足が重い。試験はできなかったのが分かっているので、結果を見に行くのは足が重いです。試験はできなかったのが分かっているので、結果を見に行くのは足が重いです。そうだな、俺の日本語能力試験、かわいそうな結果だ。まあ、それはなんだ、2年前。はい。満点しかない。180、そうだ、満点は180だから、180点取れるなら、もう一度、試験受けるだと思う。でも今、まあ合格かどうか、どうかな。でも、合格しか、まあ合格より180点欲しい。それは私の新しい目的、あの試験のこと、満点です。このところ解いた。次は懐かしい人、どうも。プレートが落ちるって噂を聞きましたです。長年、親死んだこの駅ですから、どうしてもは慣れられません。一体どうして。嘘であってほしいです。え？この列車ダメか？入れない。死んだ二人、死体、誰か死体動いた。なんだ、戦え。間に合った。柱が立っている。待て、上から聞こえないか。銃声。それはバレたちかな。15分かかった。長いね、このゲーム。
あ、ほんでよかったね。足が鈍る。足が重い。ああ、デブ。名前、わからん。死んだか？大丈夫か？ウィッチャーウィッチ。大丈夫じゃないだろう。死んだかな？クラウトさん、俺の名前覚えてくれたっす。そうですね。でも私忘れた。クラウド覚えてよかった。バレットさんが上で戦ってるっす。手を貸してやって。クラウトさん、迷惑かけてすみませんっす。死んだか？登るぞ。エリス、ウィッチを頼む。エリス、お願い。この近くに私たちの店、セブンズヘブンがあるの。そこにマリンっていう名前の小さな女の子がいるから。わかった。安全な場所へね。ここは危険です。みんな早く走るからは慣れて。7番街から離れて。そうだな、ね、この人死んだだろ。大丈夫、ここは任せて、ね、死んだだろ。死体を墓に墓におるそうだそう、 あのこれが僕の仕事だから、ギリギリまでここにいないとならないんだ。うん、責任感の強いあなた好きよ。私そばについてるわ。え、そうか。おろおろ、柱壊れちゃうんですか？怖いんですけど、あんたたちのためにね。え、ああ、怪人、買う人、テントとか武器欲しい。あの武器本当にやばくなったら逃げ出しますから、めったに見れるもんじゃないです。そうだな、あのバレーとティファの武器を買ってよかった。おお、これが俺の最後の仕事だ。登ってこんなとこになるなんてな、いい気分じゃねえ。明日辞表だ。じゃあこの人、うう、守ってくれよ。俺の素敵で不思議な場所。じゃあこの人たちもいないか。クラウド、早くしなきゃバレた。でも武器やとかもうこっち、あ、ダメか。あ、しょうがない、しょうがない。まあじ、まあまあわかった。もっといいやつ買えるなら買った方がいい。そうですね。はい。ファイロ、ファイロなんだ、検査。よし、エリスいない。ティファまだ悲しい。いつも悲しいのティファ。よし、バレの場所へ。何の敵だろう、人？今回、なんだ、ロボット？ヘリコプター。ヘリコプターの人か。プロペラー。足が重い。試験ができなかったのが分かっているので、結果を見に行くのは足が重いです。足が遠のく。最近、銀座のバーから足が遠のいています。足が遠のいています。遠のいています。遠のく。足がすく。足がすく。足がすく。まあ、ポーションばっかり大丈夫だな。これ誰？あ、ビッグ。クラウド、やっぱり星の命なんて。
どうなるなろうと興味ないか。悪いけど興味ない。それよりケイがケイが、まあ悪いけど興味ない。変わんねえな。まあいいや。これはやっぱり星の命。それよりケイがが、ありがとうよクラウド。でも俺はいいから、バレットが上で戦っている。手を貸してやってくれ。よし行こう。よしよし、このところ覚えています。あの子供の頃このゲームしましたが、まあこのくらいまでやめました。これこの塔覚えます。またヘリコプター。一人か。一人ダメ、お前死ぬ。足が遠くの遠のく。そうだな。足がすく。場所に残した指紋から犯人の足がすきました。足を洗う、足を洗う。彼女は芸能界から足を洗って結婚しました。よし、このページも終わり。誰？ジェシー。ああ、ジェシーです。ああ、クラウド、最後に話せてよかった。最後だなんて、最後のなんて、もういいの。私たちの作戦でたくさん人死んじゃったし、きっとその報いね。ああ、クラウド、最後にね。ああ、それじゃない。そうか、そうかしたい。はい、そうか、そうかですって。ふふ、相変わらずクールな元ソルジャーさん、そこがいいんだけどね。よしよし、そうか、そうか。これバレか。あ、バレ見つけた。死体、死体誰？死体さん。ああ、足を洗う。足がすくう。足を洗う、足を洗う。ヘリコプターさん、プロペラさん。はい、次のページ。足を踏み入れる。彼が政治に足を踏み入れてから20年経ちます。彼が政治に足を踏み入れてから20年経ちます。足を運ぶ。野球のチームに入りたくて監督の家に、何度、これプロペラか。あ、プロペラなし。あ、そうか。プロペラなしのポロプロペラ、ポポポペラ。死体と話せない。なんでだろう。あ、死んだだな。甘い。これはダメ、ダメ。これはダメ。まあ、バレ、話しましょう。足を踏み入れる。彼が政治に足を踏み入れてから20年経ちます。足を運ぶ。野球のチームに入りたくて、監督の家に何度も足を運びました。足を引っ張る。同僚は彼女の成功を妬んで足を引っ張ろうとしました。よし、どんどんお金持ちになっているこのクラウド。あ、バレと話したい。足を引っ張る。同僚は彼女の成功を妬んで足を引っ張ろうとしました。足を入れる。夫は飲み屋街には決して足を入れません。
元は飲み屋街には決して足を入れません。多分街この何リミットブレイクこの足そうだな街ですね。多分この7街6街とか適当です。街だな。足を伸ばす足を伸ばす。バレー打つな。ティファクラウド来てくれたのか。気をつけろ奴らヘリで襲ってきやがる。本格的に来る前に装備を備えておいた方がいいわ。でもはい、買わなかった。バレーとティファの分買わなかった。メニューボタンでメニューを開く。決定ボタンで終了。さっさと来たわ。まあしょうがないね。多分大丈夫。遅かったとこのスイッチを押すとポチッと。はい、おしまい。作業終了。解除しなきゃ。クラウド、バレー、お願い。そういうわけにはいかないぞ。と、タークスのレノ様の邪魔は誰にもさせないぞ。と。させないと。もうちょっと。そろそろ30分ですね。ああ、ボス戦か。まあ、セーブしようか。ああ、でも無理なら、リミットブレイクしよう。魔法、ケールティファ。戦おう。死なないで。壊せる。ヘビーショット。はい。ああ、弱い。ケール、ティファケール、余裕ですね。ティファケールない、ダメ。ティファなんだ、封印した。まあ、ケールみんなのことか。まあ、ティファちょっと大変、封印しちゃった。多分倒せる、この人。名前わからん。別にそんなに強くない。でも、ちょっと、フォークしようか。まあでも読みたい。足を引っ張る。電磁ロッドか。ティファな、どういうこと？いつこのままで。ピラミッド。バレーも。バレーダメ。盗む。盗め！何を話す。ひどい。大丈夫かな、クラウド。じゃあ、サンダー。サンダーしよう。サンダーどう？弱い。弱いか。普通の攻撃でいい。どのくらいこのピラミッドかな。ピラミッドのことよくわからない。もうちょっと、クラウド。そろそろケールだろ。もう一度。もう一度は耐えれる。その後、クールしよう。なんでピラミッドこれ？まあ、クールしよう。終わりか。全滅した。このピラミッドのことよくわからない。ああ、かわいそう。セーブステイでよかったかな。セーブステイト使わ、使う。ジェシーのところかな。そうだな、ジェシーのところセーブステイトしちゃった。こっちだな。ジェシーだ。ビッグの、残念。ちょっとレベルアップしなきゃかな。ピラミッドのことよくわからない。もう少し。
そうかな。レベルアップしようか。エクイプ。アイテムとかダメ。あやなエリスも何か持っている。なんだ。炎かな。あ、クラウドは、クラウド一番強いから。これを持つ方がいいかな。ライはダメ、いらない。回復。クラウド回復した方が、盗むダメかな。あ、盗む、素早さか。あ、素早すぎね。盗む、いらないだけだ。ちょっと読みましょう。足を引っ張る。あ、読んだの。同僚は彼女の成功を、あ、たくさん殺しちゃった、あの、屋上のところは残念。これ。まあ大丈夫。足を引っ張る。同僚は彼女の成功を妬んで足を引っ張ろうとしました。足を入れる。あのピラミッド、どういう意味？今わからん。どうやって消すあのピラミッド？攻撃かな。もしティファを攻撃するならピラミッド壊せるかな。足を入れる。夫は飲み屋街には決して足を入れません。足を伸ばす。アメリカへ行ったとき、メキシコまで足を伸ばしました。足を伸ばす。足をすくう。彼女は信用して足を救われた人がたくさんいます。足を救う。彼女は信用して足を救われた人がたくさんいます。足を取られる。取られる。足を取られる。階段で足を取られて下まで転げ落ちてしまいました。まあ、ティファレベルアップできるね。クラウドまだダメ。まあ、これは最後の戦いを、そして休みます。足を取られる。階段で足を取られて下まで転げ落ちてしまいました。何か盗めるかな、この人から。ああ、リミットか。ああ、そうか。リミット、いいね。クラウドのリミット、いいね。そうだな。クラウドのリミットブレイク、満タンまでやると、戦いかな。でも今、すべて消した。ちょっと時間かかるかな。まあ大丈夫。ティファレベルアップしたい。これは最後だな。この後ちょっと休みます。足を取られる。階段で足を取られて、下まで転げ落ちてしまいました。足を奪われる。地下鉄のスト。スト、地下鉄のスト。で、足を奪われた。会社に行けませんでした。地下鉄のスト。あ、ストライキか。スト。あ、そうか。そろそろティファ、レオラ。でも、ここはちょっと休みます。